皆様、ハイタイ、はい、今日は、はい、大人気シリーズの沖縄お弁当屋さんを紹介していきたいと思います。早速もう見えてるんですけれども、はい、これはもう沖縄本島那覇市ですね、有名なムンチュル弁当を皆様にご紹介していきたいと思います。はい、コメントでもね、そう来てましたね、ムンチュル弁当いいですよって何件か来てたの で早速ね、もうこれは行くしかないと思いましたね、はいはい、行きました、早速行こう、はい、レッツゴー。ねえ、おいしそう。麻婆豆腐に唐揚げと餃子に餃子だ。え、どうしよう。ねえ、おいしそう、はい、お肉も入っててこれで400円ですからね。マーミナイカメも入ってていいね。いいなぁ。とんかつも入って、照り焼きのチキンも入って、これが人気ナンバーワンですね。はい、唐揚げもあるよ。いいね。わぁ、食べたい。この方が食べたい。すごい、到着が見せないね。びっくり。え、どうしよう、決まった。私決めました。はい、これにします。じゃ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 ん。はい、わあ、これ楽しみ。私はナンバーワンの照り焼きチキンカツ弁当にします。さすがヒカルさんのルーミーだ。島豆腐の麻婆豆腐弁当にします。購入しました。弁当ゲットです。あったかいうちに食べましょう。我が家行こう。はい、高い。はい、到着しました。日替わりの麻婆豆腐に餃子と豚カツ、チキン、餃子とチキンが載ってますね。美味しそう。出た。で、私が人気ナンバーワンのヘリチキ弁当です。すごいよ、ボリューム、ね、楽しみです。で、水木さんが、私が青菜の葉野菜、炒め物と、サバとひじきが入ってます。美味しそう、美味しそう。食べよ。ではいただきます。これで400円も買っちゃうよ。これ買うよね、うん、もう県民の方が絶えずお店にいらっしゃってたんですけど、皆さん迷いなく、うん、もう決まってるんだろうね、ムンチュル弁当のこれっていうのが今日はこれって。うん、美味しそう。美味しい。もやしの味付けがすごい大好き、うん。優しい麻婆豆腐、なんかピリ辛なんですけど優しいです、うん、そして島豆腐が使われているのがポイントですね、うん、普通の豆腐より少し固めなので、うん、しっかり味わえるね、うん、豆腐を、うん、チキンがすごい、あ、すごい手引きが、汁がしっかり染み込んでる、うん、本当だ。いや、もう幸せ、うん、お野菜もすごい美味しい、すごい歯ごたえ、うん、食感もあるけど、このなんか葉の部分はふくふくなくて、あー、いいね、うん、それ私大好き、優しい味。いやー、みんな優しいんだ、染み込んでる。いやー、うん、でもこの前城さんご夫妻が本当に、うん、あの温かくて、うん、で、元気いただきましたね、ね、本当に素敵なお店です。好きになっちゃうよね、こういう、うん、なんか温かさがあると。持ってきてくるお客さんもいましたもんね。うん、喋りながら。お家のピンクにあんなお弁当屋さんだったら、また毎日絶対行く。絶対行っちゃう。だって400円ですもん。こんなボリューミーなのを食べるから。もう朝昼晩。ちゃんとね、お野菜がぎっしり入ってる弁当になるから、うん、まあ、ローテーションで行きますね。1日で1000食売れるって言ってたね。うん、35年間メニューが変わってないってすごくないです。すごい、うん、本当に地元に愛されてるからこそですよ、ね、うん、みんなね、うん、こんなお弁当好きなんだよね。好きなんだから変わらないんだよね。またさ、三品茶がさ、合わない？ある、すごい合うよね。さすがって感じ、うん、ぴったり、本当にぴったり。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。もう大満足ですね、うん、味もボリュームも。やりたかったら、食べました。もう、あのヒカルさんが満足するぐらいのボリューム感だったんですね。あのヒカルさんってなってらっしゃった。みんなも分かってらっしゃる、あのね、応援してくださってる方々はきっと分かると思うんですが、美人坊のヒカルさんです。はい、もう大満足です、本当に。はい、
で沖縄にはもうたくさんの沖縄弁当の専門店があるので、また機会があればご紹介していきたいと思います。はい、ぜひ皆様もおすすめのお弁当屋さんがあればコメント欄で教えてください。そしてこの動画がいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、またやったー。本当だ。もうお昼寝しよう。